はい、お茶。いた。いますね、近く。はい、ここいます。オッケー、ちょっと待ってて。行くよ。いたいたいた。なんか外歩いてる。よーしよーしよーし。はい。嫌なタラちゃんみたいだな。なんかそういう、なんだかな、ヤスコがなんか芸人がいるんだよ。はいーみたいな。あー、そうなんだ。そう。あと一人どこっすか？わかんない。いねえば。俺たちがすべきことはやっぱサッカー場後乗りですよ。あ、いる。敵が全滅した。このショットガン強すぎるんだけど、マジで。いきますー。オッケー。ボットのアンサンブルだ。あれ、ボットじゃない気がする。キルログネロ的に気をつけろ。どれ？ここへん、この辺多分いるぞ、本物。嘘。多分本物だと思う、これ。これほら。ほらほらほら。絶対でしょ。偽物だった。偽物じゃん。だとしたら今あれだよ、あのキルログ色ついてたよ。あ、マジか。この名前怖えな。こんな弱え車でサッカー場行きたくねえな。いや、これはもう死にに行ってるよね。いないとかいう説ない。いや、でも死体がある。ということはいるでしょ。俺でも撃たない。いない。いない。もうすでにいなくなったとか。ああ、そうだね。結構あさられてるっぽいね、武士的にも。あ、やられたな。早かったか、あいつらのが。撃たれてるよ。いい乗り物じゃないか。あの木のとこにいた。これか。それそれそれ。もうどこで何がやってるか分かんない。これか。あんちゃんめちゃくちゃ近い可能性あるな、これ。あれかあれか。敵をダウンさせた。人か、これ。もう一人見えてない。東の方の銃声がそうなのか、これ。渡して、これちょっと、いた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 。あー、確かにあれ人だ。これ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 。あ、危ねえ。弾がなくなった。弾がなくなった。ここにいるっすよ、Sさん。裏、こいつやって、これをやって、武器欲しい。あ、これ人間だ。隠れた。ナイス。この人か。違う違う、裏にいるんだよな。オッケー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 。あ、グレネード投げてきてる。人多くおらへん。ねえ、人とボットの区別がつかん。やばいぞ、このダミー戦。ナイス。やったやった。これ多分仲間いる。オッケー。そっちか。誰でいるか。あー、そこの木裏だ。うん。今リーンしてたよね。してたしてた。わからん、違いが。すごいのこれ。あ、見てる見てる。あったあったあった。オッケー。多分勝った。新しいモードみたいだな。ね。なんか絶妙っすね、今回。あ、車車車。どこかな。うわここ。うわ、後ろから撃たれてる。これまずいっす。ちょっときついきつい、普通に。一旦下がろうか、一旦下がろうか。なんか投げてきた。あぶねえ。結構しんどいな、これ。結構削ってるから、大丈夫よ。一人やった、一人やった。行くよ。オッケー、待って、あの、別のやつ来てる。オッケーオッケー。裏から。危ねえ、ここめ。やられた。オッケー。やられたわ。ここ、ここ、ここ。これね、あれね。全員倒す。あとね、ここにね、人間います。人間に置かれ。家の中入ってた。なんかむっちゃいるな、マジで。おお、起こせる？多分起こせる。しっかりしろ。あの家の中で。お、いるね、確かに。やったやった。ナイスナイスナイス。めっちゃ白熱したな。ね、謎なんだけどさすがに。結構楽しかったもんだって。うん。ちょっとまたさ、今日も映画の話していい？いいよ、みんな映画好きだもん。というか映画の話というか、ハリーポッターの話なんだけど。俺ついにハリーポッター全部見ましたよ。あー、全部言ったんだ。何話？8。8は多いね。シリーズが7作品かな。最後が死の秘宝で、ジョーとゲがあって。なるほど。そうで8。面白かったっすわ。あー、見切って面白かったってことはかなりいい評価だね。なんかアズカバンまではもともと漫画で読んでたんだけど、漫画っていうか小説、小説で読んでたんだけど、なんかその時のイメージはね、なんか学園パチャパチャ魔法物みたいなイメージだったんだけど正直俺もだよね。いや、めっちゃ重かったぞ後半。ダークになってくんの。ガシガシ人死ぬ。有名なやつも、有名なやつも、もう、あの人がみたいな。
なんかだいぶ変わっちゃったんだね。そう、結構重くておもろかったわ。あんま SF とか見ないんですよ俺。あのそれこそスターウォーズだったりロードオブザリングだったり、うん、ああなるほどね。そっち系は確かに見たそう。そう見なかったんだけど、いやなんか久々に面白いなって思いましたね。ハリーポッターなー、一応小説昔読んでたんだけどな。てかあの図書館にあるからみんな読んでたんだよ、ハリーポッターは。読んでたね、ダレンシャンとね、うん、ハリーポッターね。え、ダレンシャンも読んでたよねさすがに。ごめん今あの読んでないんですよ。マジかよ、おい黙れよ。どういう話なのあれ。あれ吸血鬼の話じゃなかったっけ。俺も覚えてないけど、ハリーポッターと黙れよ。じゃあ後ぐらいにハリーポッター2世みたいで出てきたのがダレンシャンですよ。あ、そうなんだ。読んでると思うけどな、セットでな。結構俺らの世代は、いやー多分うちの校長が入れなかったんだろうね、仕入れなかったんだと思うよ。あ、そうか。名前しか知らねえもん俺。ハリーポッターね、ちょいちょいでも気になるとこはあった、まあ、その最たる例を言うと、うん、エクスペクトパトローナムっていうね、まあ、呪文があるじゃん、守護霊を来たれっていう、まああのディメンターっていうさ、正気を吸い取る魔法省の幽霊みたいなやつがいるんだけど、そいつらを守護霊で守るみたいな結構壮大な魔法だったり、あとステューピファイっていうね、ストピファイ、そう敵を麻痺させるとか。麻痺なんだあれ、よくツイッターで見たけど。セクタムテンプラーみたいな闇の魔術で相手を切り裂く。なんかどれもさ結構魔法っぽくてかっこいいじゃん、うん、ただ一個ルーモスっていうさ魔法があるんだよね、うんうん、あのそれ光を起こすんだけど、うん、杖の先っちょから LED がついてるぐらいの光の量なんだよ。あれだけ多分 CG じゃないんじゃないかと思って俺。ルーモスマキシマまで行くと多少は光るんだけど、ルーモスがね毎回いや全然見えんって、暗いからさ画面が、暗いな相変わらずぐらいの光量。あれ CG じゃないぞもしかしたら。なんでそんなことしたの。いや分からん、分からんけど。それあのでもその話聞いて俺はちょっと見たくなった。気になるでしょ、要所要所気になるね。やっぱ伏線とかがある。結局 あの子はどうだったんだろうとかさ、伏線回収しないまま終わっちゃった。そこそこえ完結、あ完結した、マルフォイって結局どうだったんだろうなとかさ。多分小説読んでりゃもうちょっと繊細に書かれてるところがちょっと書かれてなくて気になっちゃったみたいな。でもあんだけ人気あったらやるんじゃない、またその RE2 みたいな。やんないでしょもう、だって2009年とかっすよ最後。古いのよ。だから古って出るわ。ホグワーツレガシーでいかにも最近のやつみたいに思ってるけど全然あれ古いから、うん、それで言ったらでもロード・オブ・ザ・リングはマジで見た方がいいよ。ああ、そう。あれね俺革命だと思った映画の。あれ元ネタは元ネタ小説とかじゃないのか。足音を気をつけて近いよ。うわやばすぎ、オブデイブ来た。その第1部第2部第3部なんてさ当時はマジ少なかったのよ。少なかったね。でもなんか本当にみんな見てたなクラスメイト、うん、あでしょう。俺も、うん、俺は最初見てなかったぜなんだけど、うん、もう超おすすめされて、おい永田あれ見ないなないって言われて。言ってた、みんな言ってた。俺いいやでも長えしようって、一発で見終わりてえじゃんって言ったんだけど、うん、もう虜よ。あ、そう。三部なんだ。やっぱそう。全部で。三部作。そう。スター・ウォーズとどっちがおもろいですか？スター・ウォーズは俺ね見てないのよ。あ、見てないんだ。スター・ウォーズもいいって言うもんね、みんなね。まあ、好きな人超好きだよね。うん。あとガンダム。俺、あ、今ちょうど言おうと思った。スター・ウォーズなんかガンダムと同じ匂いを感じる。わかんないけどシリーズものっつったらみたいな。そう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 。見てないんだー、マウント取られるシリーズ。あそう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 、俺らの世代はこれよ多分。ガンダム、スターウォーズ、ロードオブザリング。ガンダム俺未だに言われるからね。ガンダムね見たいんだよな。おい、おわこれ危ないね。やばい。あ、屋根上だね。家の中行った方がいいな、多分いろんなとこにいるなこれ。俺ユニコーンが好きでさガンダム、うん、ガンダムユニコーン好きなんだよねって言ったら、え他のは見てるの、えファースト見てないのってめっちゃ言われる。え、ガンダムユニコーンってあれ普通にあれで見たの？アニメで。アニメで見た。え、そうなんだ。パチンコで見ただけじゃないんだ。俺はパチンコでからハマってユニコーンを見てハマりにハマりまくった。あ、でもおもろいらしいよね。水星の魔女も今おもろいらしいわね。なんかめっちゃダークらしいね。で、すごいなんか話題になった水星の魔女は。ダーク？あ、そうなんだ。内容が超ダークらしいよあれ。へえ。トラウマ生まれるみたいなこと言われてるし、車来てるし。マジ？そんななんだ。え、可愛いのにさ。ね。なんか女の子ばっかりだよね。確か。うん、
ひょっとしてこれめちゃくちゃ挟まれてる。いや全然いい位置だと思う。むしろ裏きついから裏切ったらいいんじゃない。ここからクリア。敵を確認。決射線気をつけてね、それ外の。はい。あ、来る来る車。おっしゃおっしゃ。これさすがに落とせないもんな相手。無理無理無理、あれは絶対無理。これ裏来てね、また裏行ってるわ。すんげーいる。すごいねこれ、やばいね。今日のマッチは元気だなみんな。ね。あ、でも気がついたらもうあれだわ。残り8人だわ。おー、あとちょっとだ。あ、撃ってる撃ってる。一応裏ケアしてるわ。こっちやった。ナイスナイス。この家に多分2人でしょ。うん。屋根上どうなったの？屋根上はね、窓に行ってたから。あ、まだいるわ。この辺の方が空いてる。やばだるい ね、 ね。王様になって聞いてるのは屋根上のやつ。あそこ入ってんのかな。入ってる。入ってるのか。強いね実際あの位置は。まあでも俺らも弱くないね。安全地帯が縮小しています、うん、まあでももう一個右行く。もう一個右行くか。オッケーオッケー。あっぶね。屋根上だからって。くそ、あいつ回復したから出るわ一応。はい、あそこ入るなよマジで。新たな安全地帯が確定してる。入ってないよ。入ってない。おい、余裕で入ってないよ。よくもやってきたなマジで。うわー、ごめん、やらかした。ガチで。俺らも入ってないね。そっちから回る？オッケーオッケー。そっちの方がいいと思う。縮小しています。ここの家行くしかないもんな。そうだね。この塀も入ってないか。あ、撃たれてる。めっちゃ撃たれてる。あ、待って、家の中いるのか。やったやったやった。ナイスナイス。あとあれだわ、いっぱい。あ、じゃああそこの屋根見て、あのあれなんかパーティーだったのか。じゃないかな。ここ強い？あ、ここ強くね？あ、入ってねえのか。わー、入ってないし、これ最悪だね。地獄が起こった。入ってないよね、ここ。入って、俺たち入ってる。ギリギリ入ってるけど、そういう問題じゃない。起こせるか。いや、一応入って、もう俺のこと諦めろ。いや、無理か。ごめん、死ぬわ。頼んだ。あー、あっちで死んだ、だって。マリー。リボンより強すぎだろ。リボンより強すぎだろ、ない。